こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。いよいよアマゾンオーストラリアの物販ね、事前登録が始まりました。この、アマゾンで売りましょうと、ね、オーストラリアアマゾンで売りましょうという、えー、フォームがオーストラリアア a マゾンに登場しましたんで、えー、この登録を見てね、えー、おそらく、えー、あなた出品してくださいというやりとりがあって、えー、10月に開始すると。 まあ、10月に開始予想という記事が出て,てね、まあ、この、えー、登録に取得するのが一番確実ですというのがあったんでね、えー、何々もうそういう時期になったのと思ってみたんですけど、まあ、おそらく、まあ、eBay、あるいは Amazon のサポートをしてる、まあ、かなり手広くサポートしてる会社の予想なんでね、えー、何らかの情報が漏れてるのと状況を見て判断してるんで、まあ、おそらく10月開始なんだろうと思います。で、これ登録しておいてください。 で登録の時ね、まず名前は、まあ、当然ですけど、本名で登録と。で、カンパニーね、えー、法人を対象にしてますね。えー、やっぱこれはまあある程度予想通りというかね、はじめはまあ法人で魅力的な商品を持ってる。ね、あるいは、えー、魅力的な商品を持っていて、さらに、ね、今までアマゾンを利用して問題がないという出品者をね、えー、優遇すると。で、まあ、それだと足りない商品とかをおそらくね、えー、法人以下におろしていくと。 だから、えー、この時点で、えー、登録してないと、あれ、始まってからねめ、やり方分かってから始めようと思っても、おそらく、えー、しばらく参入はできないと思います。だからね、今のうちからこれ必ず登録しておいてください。まあ、カ,ンカンパニーね、会社はなければ、まあ、最悪野合を入れといてください。まあ、ただ、これカンパニーと書いてあるってことはね、えー、やっぱ法人を希望してるんで、 もしも誰かね、友人知人で、売るものを持ってると。ね売るものを持ってて法人持ってるんであれば、そこの商品をね、売らせてよって言って、その法人名を書いて、その法人のお手伝いって形で、初め参入した方が参入の可能性が高いです。だから、できるだけね、このカンパニーの方は書いた方がいいです。それから、E メール。これ、E メールはね、Amazon で使ってる E メールを書いてください。当然、メールアドレスでね、その、 u s アマゾンあるいは、ね、JP Amazon、ね、あるいはヨーロッパ、まあ、どっかで販売しているというのは、ね、Amazon はすぐわかりますのでその販売商品とか販売の、ね、問題ないかを見てやはりこれも誘いの、ね、一つの基準にしますだからメールアドレスは、ね、Amazon で使っているメールアドレスを記入してくださいで電話番号、ね、おそらくこれ電話はね えー、かかってくるか,かかってこないか微妙なんですけど、英語でかかってくる可能性は高いです、ま。ただそうは言ってもね、これ書かないと必須項目になってるんでしょうがないんで、まあえー、英語できなくてもここは書いておいてください。で、もしも電話かかってきてわかんなかったらね、えーまあ、英語はわかんないと、メールくださいと。あるいはね、まあね、I'm busy, あのメール please とかでも構いません。えーまあ、メール で、くれというのを電話で言えば済むことなんで、えー、電話番号を書いといてください。で、それからウェブサイト、これは任意なんですけど、これもね、えー、あれば書いといた方がいいです。まあ、当然、ありきたりの、ね、中国輸入商品が並べてあるサイトとかだと意味がないんですけど、まあ、何かね、えー、日本語のサイトでも構わないんで、商品が分かってね、えー、で、先ほどと同じように自分で持ってなくてもね、 えー、これはの、友人とか知人でね、日本限定で商品を売ってる人、まあ、そのオーストラリアアマゾンが始まったらね、売れるから売らせてくれよと、仕入れ代金は先払うよという話をすればね、えー、仕入れ先代金、先払ってくれたら、多分ね、何の文句もないだろうし、梱包発送も全部自分でやるからといえば、特に断る理由もないと思うんで、えー、これも友人、知人の、えー、サイトでも構いませんし、なんならね、えー、別に。 友人知人じゃなくて他人でもかまないんで、お願いして、Amazon が始まったら売りたいと、ね。で、あのその、登録しとくからいいよねっていう許可をもらってね、登録しといた方がいいです。何しろね、その商品の品揃えは、おそらく、えー、アメリカ、それと eBay、Amazon のオーストラリアの Kindle、えー、その辺からね、もうこれを載せれば売れるっていうのは、かなりの精度で、 アマゾンはもう分かってるんでその商品を埋めていくはずなんでね、えー、独自の商品日本ならではの独自の商品ねあのちょっとしたくだらない雑貨とかお土産でもいいんですけどそういうものをね売りますっていうと、えー、参入できる可能性はすごく上がります、まあ、逆に言うとね、えー、中国商品なんかのサイトだと、まあ、中国商品はいくらでもね売ってる人がいるんでまああんま意味はないかなという感じですねあと家電はほぼダメです 家電はね、オーストラリアの基準がすごい厳しくて、日本の冷蔵庫とかね、ほとんどの白物家電はオーストラリアには輸出できません。だから、まあ、その辺はね、また細かい点は、ショップないんですけど、何かけましょうというのを相談してくれればね、どんなショップが載せられるか聞いて、じゃあそれ載せましょうというアドバイスをするんで、ご相談ください。この登録は、まあ、かなり重要だと思います。 この項目を見るとね、おそらくここから選んで、初めのスタートをすると。で、えー、3ヶ月なり半年なりは、おそらくここに載せた人だけでやる。まあ3ヶ月か半年っていうか、もっとはっきり言うと、えー、ホリデーシーズンはね、孫ついた出品者いては邪魔なんで、えー、ここである程度ちゃんとできると、魅力的な商品があるという人をね、えー、まず参入させてホリデーシーズンを売ると。で、終わった後で商品状況とかね、 需要と供給のバランスを見て、えーまあ、もうちょっと開放していこうと思えばね、法人じゃないところに開放していくとか、一般の人も全部開放していくとかって形にするでしょうけど、今のね、えー、オーストラリアで eBay やってる人とかね、あるいはすで、えー、に Amazon、アメリカで売ってる人なんかの興味の度合いを考えると、お、え、そ、ー、らくこの登録をして参入できないと、後から参入するっていうのはね、えー、結構、 1>, 1年とかね、時間経ってからの参入になる可能性が高いんで、この登録は結構ね、えー、練り込んで登録した方がいいです。まあ、かといって練り込みすぎてね、遅くなっては身も蓋もないんで、えー、元も子もないんでですね、えー、どういう風に登録するかね、ねお気軽にご相談ください。えー、ご相談お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。